どうも、はじめまして。君がソータの婚約者のあゆみさんだね。そうですが、どちら様でしょうか。ソータの父です。今度は我が家に結婚の挨拶に来てくれると聞いてね、楽しみにしているよ。ソータくんのお父様でしたか。わざわざご連絡ありがとうございます。私も楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願いします。あ、なぜ君が楽しみにしているんだい。え、君は死の定めされる側だろう。遊び気分で来られても困るんだ。ちゃんと息子の婚約者であるという自覚を持ってくるように、君にわざわざ連絡したのはそれを伝えたかったからだ。あの、死の定めというのはどういうことでしょうか。それに婚約者の自覚って。私が会社経営をしていることは息子から聞いているかな。ええ、伺ってます。1台で300人の社員を抱える会社を立ち上げたんですよね。息子のソータはいずれその会社を継ぐ大事な存在だ。だから嫁にもそれなりのレベルを求めないとな。見た目、学歴、能力、全てが釣り合っている人じゃないと認めないぞ。そうなんですか。本当は事前調査をしてもいいんだがな、初めて会った時の私の直感も大事だと思ってね、あえて何も調べずに会うことにしたんだ。しっかり頑張ってくれよ。それじゃあ今度の結婚挨拶を楽しみにしているよ。ねえソータ、たった今あなたのお父さんからご連絡があったんだけど、もしかして私との結婚って反対されてたりする？え、お父さんが何か変なことでも言ったのか。今度の結婚挨拶を楽しみにしてるって言うんだけど、あなたの妻にふさわしいか品定めしてやるって言われちゃって。はあ？ほら、あなたはいずれご実家の会社を継ぐでしょ。だからあなたの妻にもそれなりのレベルを求めたいみたいで、見た目、学歴、能力はないとダメみたい。たく勝手に息子の婚約者に連絡したかと思えば。父さんのことは何も気にしなくていいから、あゆみはいつも通り来てもらえば大丈夫だよ。本当に？多分あゆみを困らせたかっただけだよ。俺の父さんってそういうところがあるんだよね。自分の立場と肩書きで偉そうにするっていうか、わざとプレッシャーをかけてペコペコさせる最低な人なんだよ。そうなんだ。一代で会社を築き上げたのは尊敬するけどさ、そのせいか自信家でプライドが高すぎるんだよね。今回のことは俺から父さんに注意しておくよ。大丈夫。ソータの話を聞いてちょっと安心したし、でもそういう人ならやっぱり気合入れていかないとね。ソータにお似合いだって思ってもらえるように頑張るわ。本当にうちの父さんがごめんな。多分父さんはお嬢様っぽい子が好きだからさ、上品なワンピースを着てくれば大丈夫だよ。なるほど。当日は清楚コーデが椅子みたいね。貴重な情報ありがとう。それじゃあまたね。いきなり連絡してごめんな、あゆみ。ちょっと聞きたいことがあるんだが、今日ソータ君のご実家に結婚の挨拶に行くのか。そうだけど、なんで知ってるの。実はついさっきソータ君の父親を名乗る人から電話があったんだ。もう当日なのに菓子折りを送ってこないのかって、すごくお怒りの様子でな。え、なんでソータ君のお父さんが実家に電話するの。それに菓子折りってどういうこと。お宅の娘さんが我が家に結婚挨拶をしに来るんだ。わざわざ時間を作ってやったし、嫁にふさわしいか品定めする。親ならまず私に誠意を見せるべきじゃないかって。誠意って何それ。よくわからないけど、つまり賄賂的なものを送るってこと。娘は気に入られるように気遣いってこと。そういうことじゃないかな。高級菓子や高級肉、魚介、酒でも何でもいい、それなりのものを事前に送ってくるのが常識だろうと言われたよ。いやいや、そんなの普通じゃないよね。結婚挨拶に行く前に親が贈り物をするなんて、そんなの聞いたことないんだけど。安心しろ、父さんも聞いたことがないぞ。だよね。しかも聞いたら向こうもそういう風習はないらしくてな。風習はなくても親ならそうするだろう。俺をそこら辺の父親と一緒にするな。どれだと思っているんだって。ソータ君のお父さんは会社を経営されていたんだな。実はそうなの。ソータに聞いたら結構偉そうにするらしくて。たまにいるタイプのやつだな。そんな人のところに結婚挨拶しに行かなきゃいけないとは大丈夫か。とりあえず頑張るしかないよ。私のせいでお父さんまで巻き込んじゃってごめんね。そんなこと気にするな。むしろ挨拶前にいろいろと分かってよかったよ。もし向こうのご両親と何かあればすぐ父さんに教えてくれ。
おそらくソータ君のお父さんの会社はうちの取引先だと思う。そうなの？電話でしか社名を聞いてないが、同じ会社が取引先にいたな。確か社長の名前がソータ君と一緒だった気がするんだ。だからおそらくそうだと思うんだよな。まさかそんなつながりがあったなんて。会社の名を語って偉そうにするような人なら会社が絡めば何も言えなくなるだろう。だからもし何かあったらすぐに言うんだぞ。ありがとう、心配かけてごめんね。じゃあそろそろ時間だから行ってくるね。ああ、お前は父さんと母さんの愛する娘だからな、自信を持って挨拶してこいよ。ひどいです。どうしてこんなことをするんですか？いきなりコップの水をかけるなんて、しかも家から追い出すなんて。うるさい、お前が息子の嫁にふさわしくないのが悪い。見た目はまあそこそこ大卒だしギリギリいいかと思ったが、清掃員の仕事だなんてふざけるな。清掃員の何が悪いんですか？清掃なんて底辺の仕事だろ。きつくて汚くて給料安いの最悪の産経。そんなひどい仕事をしていて開き直るな。私は自分の仕事に誇りを持っています。うちの会社は働きやすい環境づくりを目指して頑張っていますし、仕事は大変でもその分手当もよく休みも十分取れています。今便利な機会もいろいろとあるので、そんなにきつくないですし。黙れ小娘、お前の仕事の内容なんてどうでもいい。清掃員という肩書きはもうすでに汚らしいんだ。なんですって？そんな女がうちの息子の嫁になるなんて絶対に許さん。娘がソータに近づいた罰だ。美少年姿でとっとと帰る。こんなの納得できません。ただの偏見で私の仕事を見下した挙句に水までかけるなんて。何が悪い、物足りないなら次はお前の親にぶっかけてもいいぞ。え？ったく、こんな娘が息子と結婚しようとしていたとは。娘はずうずうしいし、親は常識もないし、お前ら親子は底辺の中の底辺だな。私の両親は関係ないじゃないですか。黙れ小娘、親が底辺だから娘も底辺の仕事に就くんだ。どうせお前の親も汚い底辺の仕事をしているんだろう。なんですって？そうか、だから事前に菓子折り一つもよこさなかったのか。俺がせっかく事前に連絡してやったのに、何が悪いのか分かってないのが丸出しだったな。そりゃこんな底辺娘で当然か。私のことは何を言われてもいいですよ。でも親のことを悪く言うのは許しませんよ。おいおい、誤解しないでくれ。同じ子を持つ親として逆に褒めているんだよ。よくこんな恥ずかしい娘を育てたもんだ。親の顔が見てみたいよ。じゃあ見せてあげますね。説教してやる。いかに親として情けないのか、この私が直々にな。すごく楽しみです。実はいつでも連絡してくれと言われていたので、早速父に連絡しますね。ああ、すでに覚悟は決まっていたか。一応自分の子供が情けないという自覚はあったんだな。今からこちらに向かうそうです。あくまでも娘の父親として行く。取引先の緑エーブルの社長として行くつもりはない。説教はどうぞお手柔らかにお願いしますとのことです。え、緑エーブルの社長だと？父のことはご存知ですよね。マサオさんの会社は取引先だと伺ってます。なんだって、ミドリエブルはうちの大事な取引先だぞ。いつもうちに安定した発注をしてくれて。父の会社がよく設備管理を依頼しているようですね。不動産やビル、テナントの管理業務、改修工事もよく依頼してるとか。仕事が早くて腕も良くて助かってるんだと聞いています。そんな嘘だろう、大事な取引先の娘さんだったなんて。底辺の仕事に就く私の親もきっと底辺の仕事に違いない。マサオさんの目から見れば父の会社もきっと底辺なんでしょうね。あ、いや、それは。そろそろ父が到着するみたいです。説教の準備よろしくお願いしますね。なんで早く教えなかった。お前の父親がうちの大事な取引先の社長だったなんて、なんでこんな大事なことを隠していたんだ。隠すつもりはありませんでした。ただ必要がない情報だったので話さなかっただけです。なんだって？今日は私とソータ君の結婚の挨拶に伺ったんです。私を知ってもらう機会にどうして父の仕事の話をしなきゃならないんですか？それは。それに私の両親の話にすらなりませんでしたよね。話をする前に水をかけて追い出されたんですから。ちなみに私の父への説教はいつするんですか？え、父が到着した途端、マサオさん父と私に平謝り、
タクシー代とクリーニング代を渡して土下座で見送り、説教の背の字も出てこなくて拍子抜けですよ。そんなことできるか。大事な取引先の社長だぞ。だから今日は取引先としてではなく父親として行くと言っただろう。何か言いたいことがあるなら私に直接言ってくれ。今から説教されに行った方がいいかな、高木社長。え、まさか緑間社長。私なりに覚悟を決めて言ったんだが、遠慮はいらない。説教ならいつしてくれてもいいぞ。いや、違うんです、緑間社長。それはちょっとした、冗談で。社長の娘さんが清掃員をしていると冗談を言うものですから。娘は冗談なんか言ってないぞ。本当に清掃業の仕事をしているんだ。と言っても、私と同じく会社経営者という立場だがな。経営者？この子は小さい頃から綺麗好きでね。それがまさか会社を起こすまでになると思わなかったよ。そんな、私はてっきりただの社員かと。社員でも社長でも清掃業の仕事をしていることに変わりはない。だが高木社長は業種がえらく気に入らないようだね。きつい汚い給料安いの 3K で底辺の仕事、いろいろとひどい言葉を娘に浴びせたそうじゃないか。それは。そして私の大事な娘に水をかけたとか。何があったのか聞く前にタクシーに乗せられたが、家に帰ってから全て聞いたよ。違うんです。ちょっとした手違いと言いますか、フルの事故と言いますか。君のそんな言い訳は聞きたくない。大事なのは娘が君に水をかけられたという事実、そして娘の仕事をバカにしたという事実。本社との今後の取引は考えさせてもらう。何ですって？親として本当に気分が悪い。我が社の代わりを探してやるから、君の顔はもう二度と見たくない。待ってください。この度のことは本当に申し訳ありませんでした。娘さんにもちゃんと謝りますから、それだけは勘弁してください。勘弁してほしいのはこちらの方だよ。妻と共に手塩にかけて育ててきた大事な娘なんだ。そんな娘に水をかけるような人と仕事なんかしたくない。そんな同じ子を持つ親なんだ。私の気持ちはわかるの？今だって怒りを抑えるのに必死でね。できることならぶん殴ってやりたい気持ちだ。それはその、それではこれで失礼する。あゆみ、あの後そっちはどうだった？あゆみのお父さんまだ怒ってるよね。だいぶ落ち着いてきたから大丈夫。それよりも父の会社が取引先だって伝えなくてごめんね。私も今朝知ったばかりで。謝らなくていいよ。親の仕事と俺らの結婚は関係ないはずだし。なのに俺の父さんが本当にごめん。これじゃあ歩美のお父さんも俺たちの結婚に反対だよな。それなら安心して。父が今後とも娘をよろしく頼むって言ってるから。え、俺たちの結婚を許してくれるの？ちょうど私のお父さんが到着した時、ソータが歩美なんてことしてくれたんだってマサオさんにつかみかかってたでしょ。父親に反抗できる度胸のある男だって。本当に？もう絶対に俺たちの結婚は無理かなと思ったよ。いろいろあったけど、私たち二人の気持ちは変わらないもの。何も問題ないわ。このまま結婚の話を進めましょう。そうしよう。あゆみのご両親にも謝りに行かなきゃ。謝る暇があったらとっとと入籍しろ。だって隣でそう言ってるわ。かしこまりましたって伝えておいてくれ。早速婚姻届をもらってくるよ。お願いします。どうかお父様に我が社との再契約をお願いしてください。代わりの事業所を紹介していただいたのですが、契約規模が段違いで我が社の売り上げは大打撃なんです。そうなんですか。それは大変そうですね。でも私にできることは何もありません。そんなこと言わないでください。息子と入籍したと聞きました。うちに嫁いでくれたのなら、私はあゆみさんの父親。親がこんなに必死に頼んでいるんですから。あれ、そうだから聞いてませんか。彼はうちに婿入りしたんですよ。なんだって？入籍の時に婿入りを提案してくれたんです。父親の会社を継ぐよりも妻の会社の手助けをしたいと言ってくれて、私の会社に役員として入社したんです。じゃあ私の会社は誰が継ぐんだ？そんなの知りませんよ。経営者としてしっかり考えて頑張ってください。そんなその前に落ちた売り上げを取り戻さないとですね。それではこれで失礼します。マサオさんみたいに会社を大きくできるよう、ソータと力を合わせて頑張っていきますね。その後、
ソータの元にはマサオさんから、向こうには認めないぞ、会社を告げ帰ってこいなどと連絡があったようですが、清掃会社に入った俺はもう底辺息子、そんな息子が帰ってきても困るだろうと返信すると、マサオさんをブロックしたそうです。そしてマサオさんの会社は主力の取引先との仕事がなくなったことで、何か大きなミスでもしたんじゃないか、経営状況が悪いらしいぞなどと噂が広まってしまい、その影響で取引中止の連絡が相次いでいると聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。